最後にもう一つ、美しき日々をという曲をやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。僕愛知県出身で、愛知行ったりハワイ行ったりとかいろいろしてるんですけど、東京に来るのは、久しぶりというかね、吉祥寺に来たのは恥ずかしながら初めてなんですけど、ちょっと昨日いろいろ回らせていただいて、お店とか連れていただいて、すごい気に入りました。住みたい街ナンバーワンということで、ここにこの開催をやらせていただくことが決まった時に、ちょうどテレビで吉祥寺のブラタモリの再放送を見て、それでね、行きたいなと思って、また来れて今日よかったです。ありがとうございます。最後に結構美しい日というオリジナルを聴いてください。
ありがとうございました。なお平本でした。以上でありがとうございます。